さあ、いい調子です、なんか。想像以上に。運がいいですね。どうしようかな。母乳チームが、あとなんだ、13番。なんか、こう、被るよな、ちょっと。ちょっと被るから、こっちでいっとくか。ちょっと被りますね。さあ、行きましょう。個人的には、ね、面白いというためだけで作ったチームですけど。主人公特化も主人公特化やな、このチームな。賢さ200。ここからまだ増えますからね。で、魔導士のローブね、最近知ったんだけど、回避率そこそこ上がって、かつ呪文度で余ダメ上がるから、今回のチームには、もってこいの、鎧だったりする。鎧って言っていいのか、ローブか。ローブだったりする。てかさ、アンダー20やるときってさ、みんな多分あれなんだよね。選ぶんだよね。モンスターか。あー。俺みたいにさ、お気に入り追加してるやつ多分いないよね。俺だけじゃね？アンダー20でチーム作った時にさ、お気に入り登録するの。でけえでけえ、でけえ。なんか真ん中、ちょっとあのさ、ボディーガードにしてはあまりにもごつすぎやありませんかね。あー、そっか、確かにな。ただし、賢さ60上がった、得意箱のギラ。今回は通るぜ。お、強いね。真ん中、シルバーデビルの代打他にいなかったのかな？代打、シルバーバッター、シルバーデビルに変わりまして、プチアーノン。なんで？もっと他におったって。あー、かわいい。お芋の味するって言われてた子。新入りさんかもしれませんね。やっぱルーキーに出番を与えるっていうのは大事なことですからね。これ何歩入んの？クソ強。やば。430。いや、十分でしょうよ。いって。いやまあ、悪伝が悪い。そうか。スカウトされたのかな？ドラ1採用です、この子。きっと多分ドラ1で、ね、来たんでしょう、多分。ドラフト1位で。ぜひうちの球団に行って。あー、そういうことすんのかよ、お前。うわー。よかった。これで当てたらドラ1だったわ、確実に。これはドラ1だわ、文句なしで。聖堂ガード、聖堂ガードしろよ。何の盾や、お前。お前のそのつけてる盾は何の盾や。さあ、炸裂、シュピーン、よいしょ。悪伝の経験値やば。イオナズーン。まあ、控えめっちゃ控えめだけども。ギラ。モンマスだからなぁ。これミスった。モンマスなんだよなぁ、相手がなぁ。こっちしよう。素早さ的にこっちが先行できると見ての判断。ちょっと運ゲーになっちゃうけど、ジゴフラッシュの火力を見たら、このターンに自己フラッシュで持っていけるところまでリーサルで削ってしまえば。でしょうね。オッケー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 。300ぐらいか。おー、いいね。いい経験です。うわー、そっちかよ、お前。じゃあ当てろよ。当てろ、つったのバカ。もう、すぐそういうことする。串刺しに行く、避けるんかい。あれ
ルビスってサイレント効果でさ、回避率 30% アップみたいなのついてる、もしかして。実は。ルビスって回避率アップ効果ついてる、もしかして。マジ？知らなかったんだけど。回避率上がるんだ。貯める。あ、偉いわ。その貯める、まあ偉いわ。いや、でもなぁ、ちょっと、運ゲーに寄っちゃうなぁ、これだと。あ、OK。いいよ。お遊びを選んでいきますと。買った。大木槌の体勢、さすが。ブーブーブーにゃくるー。いて、マジで聖堂何の意味あんのこれ。聖堂くんマジ何しに行ったの聖堂くんがまるで仕事しないんだけど。何しに来たのお前。来た。15フラッシュ炸裂。行くぜ。強すぎ。あ、偉いよ。そのマヌーさめっちゃ偉いよ。ズーンはいいや。ズーンは A。さあ次です。一食い箱が動いたら勝ち。いや、ミスるでしょ。大丈夫。マヌーさを信じろ。ポン。なんでや。なんでや。マヌーさんなんだったや。マヌーさんなんだったや。あれおかしいな。マジか、マヌーサ先輩仕事したくなかったのか。まあね、今日土曜日だもんね。完全週休2日か？マヌーサもしかして。くそー。マジかよ、マヌーサパイセン。くそー。